待って、迷宮に歪みができ始めてる。何かそこに転移してくる。そちら、無遊病の毛でもあるんですか？こんないけすかない迷宮を走るのは、これ、すべてあなたに一撃かますためでしょうに。ここは、メルトの。そうですか。もうこんなところまで来たんですね。彩色兼備、荒廃無双な私に、あるまじきミスです。自動索敵機能をオンにしたままでした。私は、もうすぐすべてを手に入れるのに、こんなところで這い回ってる小物に反応するなんて、馬鹿みたいです。これというのも、あの壁が、馬鹿みたいに強固だからですね。そう思うと、壊しがいが出てきました。仕事に戻ります。先輩は本当に、私の元気のもとですね。その点は感謝します。でも、もう終わりですから、早く旧校舎に戻ってください。まったく、メルトリリスは何をしているのかしら。早く力をつけないと。ぐずぐずしていたら、聖杯戦争が始まってしまうもの。まずは少しずつ、機能を拡張して、次にサーバントを取り込んで、虚数空間を支配して。安全地帯を作れるまで機能を拡張すれば、やっとあの人を呼び込める。聖杯戦争を止められる。私は消えない。消されてたまるものですか。誰にも邪魔はさせない。邪魔をするのがムーンセルなら、ムーンセルだって、消してしまえ。BB の反応消えました。中枢防壁の削岩作業に戻ったようです。びっくりした。BB チャンネルって良心的だったのね。
投影映像じゃない本体が出てきたら、迷宮がこんなに歪むなんて。あの子、ちょっとした疑似ブラックホールよ。あのフレームにありえないぐらいのメモリを積んでるから、内部にも外部にも歪みを作ってしまっている。あれ、激痛どころの話じゃないと思う。人間に例えるなら、骨格、筋肉、神経、すべての隙間に金属片を入れてる感じ。だから暴走したのか、暴走しているから平気なのか、私たちにはわからないけど。成長でないことだけは確かです。急いでください。このフロアの出口はもうすぐです。